国道1 5十五起点付近静岡市清水区、清市海一丁目国道1 5十五終点静岡県浜松市中区愛尾町交差点国道150号は静岡県静岡市清水区から浜松市中区に至る一般国道である。静岡県の内陸を通過する国道1号に対し、駿河湾、遠州などを沿うように大きく南に迂回する経路を取る。 起点の静岡市清水区から駿河湾沿いに位置する八重洲市、牧野原市、お前崎市などを経由し、終点の浜松市に至る路線である。一般国道の路線を指定する政令に基づく、起終点及び、経過地は次の通り。なお、政令上の起点は清水市となっているが、合併と政令指定都市以降に伴って、静岡市清水区となっている。起点について、 当初は、国道1号するが大橋に沈めのマリコ神殿、交差点にあったが、1981年に、静岡市の荒野交差点から、清水市までの静岡県道26号静岡区の、清水線の一部及び、静岡県道204号大谷持ち線を、編入し、起点も清水市に変更された。その後も枝状に分かれることとなった、高野交差点から、 マリコ神殿交差点までの区間も国道150号として扱われていたが2005年に静岡市へ移管された。これにより起点側で国道1号とは直接接続することはなくなった。静岡市の大崩れ海岸の断崖を通っていた旧道区間はその名の通り何度も土砂災害に見舞われてルートを変遷させてきた。この区間は バイパスである新日本坂トンネルの開通によって国道が移り2004年に海上降架区間があった旧道は静岡県に移管されて静岡県道416号静岡八重洲線に変わった静岡市八重洲市のバイパス区間及びお前崎市内は概ね4車線化されている清水バイパス静岡県静岡市清水区駒越西国道1号との 交差静岡県浜松市南区静岡市の久能街道や牧野原市南部では駿河湾を望めるほど海岸に近接している安倍川、大井川、天竜川を渡る。ありがとうございます。